そう、私すぐ体調崩すからゆっくりやってるってのはあるかも。R さんとコラボした日あるじゃん、あれ8度あって熱、実は膀胱炎で。なんか自分的にはまあなんかだるいのと膀胱が痛いくらいだったんだけど、でもうつるやつじゃないからね。ダンスレッスン行っちゃったしダンスレッスンも行って帰ってきて病院行ってコラボして凸2つ行くっていう感じだったね。うん膀胱炎で発熱するんか、なんか軽かったらしないんだけど、なんか腎臓の方のなんかえいってやられるとなんか熱出るらしいよ。まあ、それでね、中学の時入院してた今はね大丈夫だよ。ありがとうね、心配してくれて優しいね。え、だからさ、マジトイレめちゃ痛いの。なんか出す最初はいいんだけど、最後の圧が変わる瞬間わかる？キュッてなる瞬間もう痛すぎて、なんかすごい叫びながらトイレしてた。あマーモットみたいに叫んでた。あいやー痛かったんだもん、だって猫が心配して見に来てくれんの猫がどうした、大丈夫ってトイレ見に来んのよ。私ちなみにトイレ開けてする派なんだけど、自分のマイハウスで。なんで？あ、そう、理由がある。ちょっと聞いて聞いて。マスリー、一回おばあちゃん家でトイレに閉じ込められたことあって、なんかトイレしてガチャって開けようとしたら鍵が壊れて閉じ込められて、もういや、おばあちゃん家だからよかったよ、助けてもらえたから。でも一人暮らしだったらさ、もう無理やん絶対無理じゃん。だからもう開けっぱなし、小学生の時に閉じ込められた。だからね、祭りトイレ行く時もお風呂入る時もずっとスマホ持ってってんの、怖いから。で、ウーバーイーツ取りに行く時でさえスマホ持ってってるからね。最悪ウーバーイーツの人が襲ってきてもスマホで殴るかな